アラサー主婦の美容チャンネル、みいきです。今回は韓国のクッションファンデを4つ比較レビューしていきたいと思います。で、先にお伝えしておきます。今回ご紹介するこの4つ、どれもおすすめです。全部ね、おすすめ度5だから、どれが一番いいのかではなくて、どんな人におすすめなのか、どのポイントが一番優れていると感じたのか、正直にレビューしていきたいと思います。それでは動画スタート。まず今回ご紹介する4つはこちらです。フィーのフィークッションガラス、ナンバーズインっていうスキンケアで有名なコスメブランドの姉妹ブランドです。今回の9点目代わりのランキングにも上位で入ってました。で、こちらティルティルのマスクフィットクッションの黒と赤、これは皆さん知っている方多いんじゃないかなと思います。で、最後ウォンジョンヨのフィッティングクッションのラスティングマットの方です。 TWICE のメイクさんがプロデュースしたメイクブランドです。今注目のブランドです。で、まずはこの4つをそれぞれ腕に塗ってカバー力テストをしました。カバー力はティルティルの赤が一番かな。他3つは一緒ぐらいなんですけど、若干フィーの方がカバー力が高いかなって感じました。で、2回重ねるとこんな感じです。4つともしっかりカバーしてくれるなっていう印象です。では続いて4つをそれぞれ顔に塗って毛穴、小鼻、どれくらいカバーしてくれるのか詳しく見ていきます。まずはフィー、カラーは3番ナチュラルガラス。先ほど腕に塗った時に2番目にカバー力が高いなと感じただけあって、しっかりカバー力があります。これ結構私の中で意外で、ツヤ系クッションで保湿力がすごいしっかりあるクッションなので、この4つで比べた時にこんなにカバー力があると思わなかった。それだけなんかナチュラル見えしてるんだなって思いました。で、全体こんな感じ、とっても綺麗に仕上がりました。水分感のあるツヤっていう感じです。カバー力があるけど透明感のある肌に仕上げてくれる。この4つの中で比べた時に一番保湿力があるなぁと感じました。続いて指でこすって密着度テストをします。少しこすれるけど汚くはならない。跡もあんまりついてないですね。次、マスクにつかないかテストします。はい、こんな感じ。4つの中では一番マスクについてしまったかな。気になる人はパウダーした方が良さそうです。で、これだけマスクについちゃったけど顔の方はほとんど崩れてないの。鼻の頭ちょっとハゲてるかなって感じ。そして1日つけて過ごした後はこんな感じ。おでこ、鼻のテカリが目立つかな。皮脂崩れにはちょっと弱いかも。ドロドロして崩れたり汚くなってないから、ティッシュで皮脂を抑えるくらいでもお直しは大丈夫そうです。皮脂の出づらい頬とか綺麗なままですね。似たようなツヤ系クッションと比べて本当に崩れにくいと思う。ということで、こちらは乾燥肌さんとか韓国クッションファンデのツヤ肌が好きな方におすすめです。続いてティルティルマスクフィットレッドクッション、カラーは 21N のアイボリー。ちょっと私には白いかもしれないんですけど、ごめんなさい。カバー力はやっぱこれが一番高いです。薄いシミとか小鼻の赤みとかもコンシーラーなしでもしっかりとカバーしてくれてます。で、こちらのクッションファンデもツヤ系のクッションファンデです。でもフィーと違ってしっかりとカバーされた上にツヤが乗っているような感じで、正直下地にも影響されやすいので、マットな質感の下地を使うと少しマットになるし、ツヤっぽい下地を使えばツヤ肌にも仕上がる。で、触ってみると少しペタッと張り付くような感じ。指でこすっても密着力がめちゃくちゃ良かったです。あともうほとんどつかない。ピタッと肌に密着しているから、なんか指がね本当に滑らないぐらい密着してました。で、マスクにもほとんどつかなかったです。若干鼻の部分だけついたかなぐらいで、マスク取った後は全体的に少しまだらになったかなっていう感じはするけど、全然綺麗で崩れにくかったです。で、1日過ごしてみるとやっぱりツヤ系なので、おでことか鼻とか少し浮いてよれちゃうかなとは感じました。でもやっぱり皮脂の出にくい頬と顎とかはね全然綺麗でした。唯一鼻がカバー力が高いゆえに少しハゲてしまうと目立つかなと思いました。でも全体的に見て本当に崩れにくいなっていう印象です。
続いてティルティルのマスクフィットクッションブラックです。カラーは 23N3°C というカラーです。これ4つの中で一番私は崩れにくいファンデだなぁと思っています。特に密着力がすごい高いんですよね。カバー力は4つの中で一番ナチュラルかなぁと思いました。で、ティルティルの赤の方のクッションファンデはすごい伸びが良かったんですけど、こちらの黒の方は正直伸びはそんなに良くないかなって思いました。質感も少しペタペタと張り付くようなイメージで、クッションファンデの消費が早いような気がしています。で、こちらも指で擦ってみても同様にめちゃくちゃ密着力が良かったので、指が滑りづらいぐらい密着力がありました。毛穴にもね、かなりフィットしてくれて、カバーしてくれます。で、マスクにはちょっとついちゃったかなって感じ。でも、崩れはやっぱり一番目立たないですね。こう、ナチュラル仕上げだからっていうのもあると思うけど、本当にね、全く崩れてないんじゃないかなっていうぐらい。で、1日経過見てみると、小鼻若干溜まってしまったかなっていう印象なんですけど、他が本当に綺麗です。やっぱり鼻ってどうしても崩れやすい部分だと思うんですけど、まだらにはなっているものの、まだ密着している感がありました。やはりこの4種類の中で一番これが崩れないし、密着感が強いなって思いました。おでことか鼻とか皮脂が出やすい部分でも、他のものに比べてオイルっぽくなってなくて、密着感強いなって思いました。塗りたての瞬発力っていうよりも長時間ずっと綺麗でいれるようなクッションファンデです。そして最後、ウォンジョンヨのフィッティングクッションのラスティング、カラーは03のペールベージュ。これカラー展開少し明るいような気がしたので、03でもちょっと明るいなって思ったぐらい。質感はサラサラなマットで、4つの中で一番毛穴カバー力が高いなと感じました。なんか毛穴を埋めてくれて、肌をフラットにしてくれるような感じで、毛穴どこ行ったっていう感じのアイドル肌にしてくれます。このクッションファンデすごくフォギーな仕上がりで、まるでパウダーまでしたかのような仕上がりです。で、質感もサラサラしてるので、パウダーいらずなクッションファンデだなぁと感じました。で、指で擦ってみても跡ほぼつかなかったですね。サラサラとスムースな指通りで跡がつかない感じでした。で、マスクへは一番こちらがつかなかったです。多分ね、サラサラだからつきにくいのかなって感じました。で、顔の方は若干まだらになってるかなって思ったけど、こちらもやっぱり崩れにくいですね。で、1日経過してみると、こちらのファンデは毛穴落ちがちょっと気になるなって思いました。あと小鼻も少し溜まりやすいかな。鼻もね、ちょっとハゲてるのが目立ちやすいかなって思いましたが、やはり崩れにくい部分は本当に綺麗でした。肌の色ムラをカバーして綺麗に見えるっていうよりか、凹凸をカバーして綺麗に見せてくれるようなファンデでした。はい、ということで4つ比較してみましたが、改めてどれも優秀だなぁと感じました。で、その中でも強いて言うなら、私が一番よく使ってるのはこのティルティルの黒。私のこのテカリやすい肌だと長時間綺麗を持続してくれるのがこれ。やっぱりマスク生活中はどうしても崩れにくさ重視になっちゃうかな。でも仕上がりが一番好きなのは正直フィーのクッションファンデ。やっぱツヤが綺麗だから、もし私が乾燥肌で崩れにくい肌質だったら絶対これを選びます。で、毛穴の凹凸が気になる方はこのウォンジョンヨがおすすめで、化粧の持続力もツヤ感も保湿力も全部欲しいっていう方はこのティルティルの赤かな。一番ね、この中で万人受けするんじゃないかなって思います。ということで、今回の動画が少しでもいいなと思ってくれたら、チャンネル登録と高評価ぜひよろしくお願いします。それでは、バイバーイ。